はようございます。じゃんくん、おはよう。つめとぎ町、おはよう。ぽんちゃん、よいしょ。昨日ちょっとこれでも遊んでたね。はい、ぽんちゃん、さあ、あ、今日は平日で、じゃあ仕事だと思ったらお休みなんですってね。1月の今日何日？9日。9日って何の日？なんだ？成人式かな。あ、成人の日っていうのが9日なんだ。第2日曜日とかそういうことか。わかんないね。で、月曜に繰り越しか。うん、そうかな。ということでございました。成人の人おめでとう。おめでとうございます。まあ、ここまでは随分苦しんだ日本だったけど、もう良くなるんじゃないの？あなたたちの時には。30歳ぐらいになる時にはもううほうほの国になってるといいね。僕らは去っていきます。さらさらね。ジャン君、その膝の上に乗ってくるのはとてもなんか嬉しいんですけど、なかなか仕事がしにくいのと、一日の半分ぐらい、起きてる時の半分ぐらいここにいない？そんなにいる？なんかね、目が覚めるとここ来るんだけど。じゃんくん、もう膝の形をしたクッションを、アグラクッションみたいなやつを買ってくるしかないか。多分ね。はい。お父ちゃんじゃなきゃダメっすね。難しいっすね。ジャン君。落ちた。ポンちゃん。